今日の朝ごはんは今ねこれ買ってきました。肉まんとスプリングロール買ってきたのでいただきます。おはようございます。今日も朝からパタパタスッキーです。今日は7月の25日、もうねお昼過ぎちゃってるんですけど、全然ねもう夕方ぐらいなんだけど、おはようございますじゃないんだけど、さっきね、あと朝ごはん兼お昼ご飯買いに行ったので、今日はお昼はね特になんかこれっていうの食べたいね、ブランチ的な感じで終わらせたんだけど、今日はその先生が夜ね先生が昔 DJ をよくしてた、なんていうんだろう、ライブハウスじゃないんだけど、まあライブハウスぐらいの大きさのクラブみたいなのがあって、オレンジカウンティーの中、まあサウザーカリフォルニアに、南カリフォルニアでは有名なハウスの、なんていうんだろう、そういう場所があるんだけど、クラブみたいなところがあるんだけど、そこが閉鎖というか、移動するのかな、移動することになって、お引越しすることになったので、今日で最後なのね。で、先生も私と出会った頃っていうのかな、ちょうどその頃めちゃめちゃ、まあその前がずっとしてたんだけど、もう出会って少ししてから、まあ結婚するあたりからね、もうしなくなっちゃって、その後アリゾナに来ちゃったのでやんなくなっちゃったけど、もう先生の青春時代の場所なのね。で、先生の家族も兄弟も見に行ったりとかしてたし、そこの仕切ってる人もなんか家族ぐるみで仲いいというか、まあ知ってる人も多くて、で先生の友達もね、いっぱい遊びに行ったりとか、なんか思い出の場所で、先生も昔も月2、3とかで DJ してたりとかたまにあったので、でそう、私は多分まだ3回、4回、5回、10回以内ぐらいしかまだ行ってないかな、10回も全然行ってないね。なんだけど、そこがね、閉まっちゃうということで、でその次の週の火曜日、来週の火曜日がオープニング、新しいところでオープニングだから、それまでお祝いだからいいよってことで、今日はその最後の日に行く予定なので、まあでも11時ぐらいかな、でも9時ぐらいから始まるんだけど、まあ、初めから行ってもちょっと疲れちゃうので、まあ途中で行ってちゃちゃっと、まあ、お祝いに行って、まあなるべくそんなに最後までいるのもねあれなのでと思ってるんだけど、まあだから11時ぐらいで多分出かけるので、多分お姉ちゃんも行くので、今通らせてもらってるね、行くので、今日は夕飯をちょっとごちそうしようっていうか、もう私たちが作ってあげようと思ってお泊まりさせてもらってるのでね、これからスーパーにお買い物に行ってきます。今日はこのステイトブラザーズでブロスでお買い物してきます。今日はロコモコを作るので、旦那さん白人さんだからあんまりアジアンフードは好きじゃないので、ロコモコ作ろうと思います。じゃあ人がいっぱいいますね、スーパーに。どこもかしこも人がいっぱいいますね。これ先生が好きなチーズ、いってうちのお父さんも好きなんだけど、見て、スターウォーズのデザインになって超可愛いんだけど、他のデザインはそれだけか、味は変わらず、あそこのもあるけど、なんだっけ、ミニオンのやつがありますね。ごめんなさい、めちゃめちゃ時間かかっちゃって経っちゃって、夕飯移すの忘れちゃったんだけど、ロコモコ作りました。今回はとんかつソースが見当たらなかったので、デミグラスソース的なのをつけなかったんで、照り焼きソース代わりに使ったんだけど美味しかったです、はい、ということで、もう化粧して、シャワーも浴びて化粧して、髪の毛はちょっと適当なんだけど着替えました。この間前ねフォーエバーで買ったやつなんだけど、もう9時だからそろそろ用意して向かいたいと思います。行ってきます。着きました。めっちゃ並んでる。うちらチケット持ってるから大丈夫なんだけど、行ってきます。めっちゃ人並んでる。
はい、お家帰ってきました。今時間12時過ぎたぐらいかな、11時半過ぎ40分ぐらいに出てきたので、はい、今12時ぐらいで帰ってきました。まあお姉ちゃん家なんだけどね、まだね、明日から多分お母さん家戻るので、今日までお姉ちゃん家お泊まりなんですけど、もうね、子供って言ったらあれなんだけど、18以上のイベントだったか、最後の日だったからね、18以上の子たちがいっぱいいて、だいたい21歳以上のイベントが多いんだけど、18歳から入れるイベントだったので、18歳から21歳のアンダー21のレストバンドもらうんだけど、のしてる子がすっごいいっぱいいたので、少しなんかちょっと違和感っていうかね、いつも今まで行ってた時は結構30代ぐらいの人たちが周りにいっぱいいたから、あそこの行った場所でね、うちらが行ってた時はそのぐらいの人たちが多かったから、今日はなんかすごいびっくりした。まあ多分夏休みだからみんなね、最後のイベントだしってことで来たんだと思うけど、あと18以上のイベントってなかなかないから、それもあってだと思うんだけど、なんかね、卒業パーティーに紛れ込んじゃった感じでしたね、最初の1時間30分1時間ぐらい。まあでもすっごい人いっぱい来てたので、先生もね、懐かしの人たちとか、まあ、同級生とかいろいろな辺の地元の人たちが行ってたところだから、やっぱりみんななんか思い出だったみたいで、なんか同級生だったり、昔そう、先生が DJ してた時の知り合いの人だったりとかいっぱい、まあ、来てたので挨拶できてよかったですね。まあ来週の火曜日に新しいところに引っ越して、それでオープニングイベントがあるので、うちらはまたそれ行く予定なので、それは多分21オーバーかどうかちょっとわかんないけど、もしかしたら18オーバーかもしれないけど、場所が違うからね、もしかしたら21オーバーかもしれないけど、まあそんな感じですね。はい、ということで今日はもう疲れたので、久しぶりにね、パフォーの音楽聴いて疲れたので、ゆっくりしようと思います。ということで今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバーイ。